願いしたいと思います。フリーズバトル Z 世代 VS ゆとり世代。はい、はい、Z 世代とそんな笛用意されてたんですね。当たり前、姉妹の笛ですよ。岡田といえば笛ですから、ね、ある意味俺の相方といっても過言ではない、この笛が。はい、お願いします、はい。Z 世代、25歳以下の選手、はい、ゆとり世代が26歳以上の選手、はい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 、でチームを組んでいただきまして、クイズ対決で頑張ってもらおうという企画でございます。わかりました、はい、ということで、そのクイズバトルに参加する選手がもうベンチの方で控えてるということでございます ね、 そ、 うですね、はい、それではまずは Z 世代から25歳以下、以下ね、アンダー25でございますが、はいはい、ご紹介してまいります。お願いします、名前呼ばれましたらステージの方によろしくお願いします。選手の方は名前呼ばれましたらこちらステージの方まで出てきます。はい、 Z 世代吉田亮投手。やったー、皆さん大きな拍手で吉田プロ。大下選手、大下選手、山本由伸投手。さあ、スタブルキャプテン投手。レッド世代に行ってきます。どうしたんや、いつもなんか風呂上がりみたいなツヤツヤした話してるな、ほんまに。えあ、いつもマウンドでなんかほんま温泉帰りみたいな感じだ、肌が若いです、若いいうことやな、ほんまに。どうしたんや、 Z 世代かまあ Z 世代です。どうぞ。それでは26歳以上のゆとり世代をご紹介しましょう。お名前読み上げます。安達選手。ちょっとこう年齢もね、このメンバーでも若いんですけど、若いわ、もうゆとり世代になる。ああ、なるほど。一番の、そしたら年齢的には足立選手が一番上。そうですね、はい。いくつ？35になります。35、というと30代、阿部ちゃんも本当は30代だったと思うので、今度2人ぐらい30代は。あ、大輔も、あ、そうかそうか、それ以外はみんな20代でな、本当にね。やっぱ落ち着きは、そう、ちょっとね、アダルト落ち着きがあるわ、ほんとに。クイズ対決、クイズや、これは大丈夫か、クイズの方は。私たちメンバー見て、まあ一般常識クイズが結構出るかもしれんけど、どうなの、インテリ的なキャラクターの。ダメでしょ絶対。だって、おらんの一人ぐらいはちょっと。
あ、こいつ普段会話してたらなんかニュースよ見てんのか知らんけど、なんかえらい固い話するなみたいな。いいえ、いないです。いないですね。宗選手どこ見てんねん。全然悪い関節よ。頼むでみんな。はい、頑張ってくださいね。よろしくお願いします。はい、というわけでメンバー揃いました。揃いました。はい、Z 世代対ゆとり世代ということで我々の7人が対決するんですが、はい、最初の対決は早抜けリレークイズ。早抜けリレークイズ。これは早押し問題で、早押し問題で、まず皆さん7人のメンバーから5人選手を回答する5人を選んでください。選抜5名まずね選ばれて、はい、で選んでいただきましたら、うん、各チーム縦1列にそのテーブルがありますので、はいはい、そこに並んでいただいて、で、私が、問題を差し上げますので先頭の方からお答えいただくということで、はいはい、で正解すればお席に戻っていただいて、てそれが、まあ、最後にいなくなったチームが勝ちということでございます。対決で早抜けたもんが勝ち、最後まで追ったチームが負け、そういうことです。そういうことです。ただお答えは1人1回しか答えられません。あ、なるほど。だから1回間違えたらもう答えられない。その段階でそのクイズは不正解、次の問題を答えられるそうが答えれない、そういうことです。はいはい、その回答しなかった方のチームにまだチャンスはあるんです。わかりました。ということでもう、まあ、いなくなった方が勝ちと、はいはい、いうことで、それでは選手5人が決まりましたら前の方によろしくお願いします。はい、はい、5名、はい、こちらの方選抜 Z 世代誰が行く。さあこれわかんない、誰や誰や、ハルト、はい、とりあえず5名、はい、はい、5人2人抜けるんですよ、ね、はいはいはい、はい、よっしゃよっしゃ誰誰、まず先発、なんかまず1名とりあえず出てこい、早もう早く誰行く、まず先発、はい、よっしゃ、あ、しのぶ、そうや、ましたよ、先発しています、はい、そうや、クイズでも先発行け、はい、それからあと4人後ろ並んでください、よろしくお願いします、はい、あと4名後ろ並んで、はい、あと4名後ろ並んで、はい、渡辺選手、久保選手、はい、太田選手、はいはい、そして吉田亮選手が行きました、はい、さあゆとり世代、よろしくお願いします。5名並んで、いけいけいけ、さあ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 、おっ、ええー、やん、これな、バッテリー対決やな、よしよし、まずはバッテリー対決、全然勝てよ、おい、急にやゆとりゆとりや、大輔、出てへんから余裕かますやめて、行こう行こう、はい、そしたら私が問題読み上げますので、はい、お分かりになったらその手元のボタンを押して、おで、早く上がったのを私が指名しますので、はい、お答えください、はい、ということになります。要するに順番やね、先方、次方、こういう感じやな、そういう感じ、まず、両チーム先方、吉田舞台、それでは、早抜けリレークイズ、お第1問です。今年、2022年の干支は寅年。山本由伸投手が早かった。しのぶ牛これは、これはまだゆっくり、まだまだ岡崎選手、ゆっくり答え聞け、ゆっくりその後の答え、クイズクイズ、それでは来年の2023年の干支は何年、うさぎ、正解、吉野さん、そのまま、そのまま最悪や、はい、それでは続いて第2問、さあ次鋒山下選手が出てきた、行こう、今日11月23日は国民の祝日、はい、何の日、何の日、今日祝日、何の日、11月23日は何の日でしょうか、吉野さん、秋分の日いいよピッチングのことだけ考えとったらいいよ、祝日だよ、ピッチングの内閣記念日、はい、建国記念日、はい、あの、しゃーない、これ笑う、プロ野球選手はね、はい、やっぱり曜日感覚というか、そんなあんまりないのよ、お休み関係ないですか、関係ないから、もう今精一杯のフォローや、山足聞いてんのか精一杯のフォローしとんねん、今日は勤労感謝の日、勤
勤労感謝の日やみんな。そうそう、はい、要するに皆さんのこのプロ野球活躍してる、これをみんな感謝してるわけよ。そうですね、感謝してて。続いて、はい、第3問、英語の問題です。 English。 手を英語で言うとハンド、それでは肘は英語で何と言う？吉田君。え、肘。いや、ペルモン。正解。さあ、同点行こう。続いての問題行きましょう。問題、2022年今シーズン、おバファローズの本拠地開幕戦始球式を務めたのは誰だった？本拠地開幕の始球式は一体誰？分かるやろ。さあ、もうオリックスファンといえばいいぞ。誰？山下さん。それ違うか。正解。こちらの勝ちの一本さんでした。ゆとり世代、2人抜けましたね。はいはい、行きましょう。さあ、どんどん行きますよ。世代、続いては佐野光大選手が来たよ、頑張って。はい、行きましょう。第5問、平野義久投手と近藤投手の背番号を足した数字、つけてる背番号は誰？36。誰？誰？山下さん。ああ、いいでしょう。いいでしょう、いいでしょう。まあ、いいですね。ゆとりがリードしてます。ゆとり、ハルト、ね、みんなに、ね、言われてる。ちなみに、あの大谷選手のなんか得意なジャンルとかあるの？クイズとかで、それありますか？英語系でじゃん。英語系、ちょっと大前さん、英語系ある。今ちょっと宗選手、向こうちょっとリードされてるから一応いいなね、それは。僕英語得意ですから。え、僕英語得意ですから。英語得意。大前選手、英語系問題ある？英語系の問題いきましょう。おい、行こう。はい、いった。よっしゃ、行こう。絶対4問。宇田川投手から、お、佐野幸和選手の背番号を引いた数字をつけている選手の誕生日は何月？ちょっと待って待って待って。チームメートの話や。宇田選手、死ぬか。改めて問題何って、おめえさん。あのね、宇田川投手から佐野幸和選手の背番号を引いてください。引いた。山下さんの背番号をつけてる選手の誕生日何月？何月？できれば英語で答えていただきたい。その誕生日を英語で来た。さあ、日本語でもいいですけどもね。渡辺選手、誰か分かったやろ、まず。誰か分かったやろ。そっと、そっと丸くさめましたね。誰か分かったやろ、今のは。渡辺選手、誰か分かったやろ。さあ、まず誰？山下さんの結局誕生日。英語で、はい、行こう。オクトーバー。正解。10月オクトーバー。ほんま。知らない。知らない。素晴らしい。チームメイトや。知らんからとか言うな。お前にも間違ってやる。じゃあ、これでちょっとまた迫ってきました、ね。はいはい、さあ、追い上げる Z 世代、はい、続いての問題は第7問、電話のプッシュボタン5の下にある数字は、うでさん、8。正解。抜けました。なんでうでさん知ってんの？すごい。え、結構そんなの分かる、すぐ分かる。今もすごいな。さあ、いよいよリーチ、ゆっとり世代がリーチ、もう手をかけました。伊藤選手、頑張ってよ。伊藤さんと阿部さんです。行こう。参ります。皆さん、ビジョンに注目してください。ビジョン、ご覧ください。この選手は誰でしょうかという分かった時点で、あそこ。さあ、伊藤さん。正解。世代リード、まだリード。さあ、これで追いつくことができるか、止めれるか。太田選手、行こう。第9問、ビジョンにご注目ください。ビジョン、ご覧ください。はい、これは誰？出た、またヒゲシリーズ。
さあ、ひげてて阿部投手さん、どうぞ。比嘉さん、正解。最後の阿部投手が締めました。まさにクローザーですね。まさにクローザーゲームも締めたというわけで、やっぱ同じね、ブルペンの下にいるから、あー、やっぱ阿部投手、やっぱり比嘉さんの比嘉分かりやすい。いつも近くで見てるんで、分かります。いつも近くで、ブルペンでね。そう、ブルペンで。そうだ、はい。ということで、おクイズ対決は、はい、見事に延長組が勝ちまして、ゆとり世代の勝ち。圧勝です。山田さん、楽勝ですね。いえ、すいません、お二人何もしてませんから。お二人何もしてないんで、はい。さあ、いやいや、まずはこの早抜けリレーなかなかね、ゆとり世代が見事な勝利、はいはい、ということになりまして、お続いてはですね、続いて何ですか。第二対決の、まあ、もクイズ対決なんですが、はい、短縮鉄道の檻という、これあの某番組でとても人気だったコーナーがあって、短縮の言葉、よく略して略語ね、はい、はい、それの正式名称を答えていただくという問題で、これあの単に答えるだけじゃなくて、はいはい、リズム感、音楽流れますリズム感、テンポよくリズムよく答えないと正解にはならないという、はいはい、そういう仕掛けになっております。でまあこの時短、短縮言葉の問題でございますが、はい、歌リポの玉田さんにちょっとあの出題してもらいますので、はいはい、ここでですね、ちょっと見本見せてもらおうか。見本見せてもらおう、うん、見本見せてもらおう、はい、はい、玉田ちゃん、どうぞ。はい、お願いします。はい、お願いします。皆さんです。はい、こういうやつ、これはそういうこと、ちょっとこれ見本をね、はい、はい、また示しますが、はい、その間に皆さん3人の方を選んでください。知り合いね、出場する3人の方選んでください。次は出てが大洗選手と大輔選手、今度はね、横に1列に並んでいただいて、 Z とゆとり、 Z とゆとり、 Z とゆとりで、はい、通り並んでいただくということ で準備の方よろしくお願いします。ではこれは、負けた人が、はい、まあ、抜けていくということで、なるほど、今度は残ったチームが勝ち、残った人が勝ち、ということで、はい、でこれ音楽のペアということなんで、はい、で出演するのは玉田さんが出演するんですが、はい、でちょっとあの練習、ちょっとやり方やってみましょうね。これ知ってる、あれバラエティでやってたやな、あれ、まあ、こんな感じでやるということで、ちょっと見本見て。それではまず見本をやりますね、はい、短縮鉄道の出発行こう。この曲に合わせてくださいですよ。スマホ、スマートフォン、メアド、メールアドレス、ゲーセン、ゲームセンター、タバミ、タバトミは、おお、すごい、という感じで、そういうことや、大前さんが略語を言うから、その正式名称を答えるんや。これでな、今回短い方はタバタさんも出題します。はいはい、皆さん正式名称を、正式名称、フルネームを言ってくれということやな、リズムに乗って、はい、これで2回戦やります。おうおうおう、で3人ずつ同じメンバーでもいいですし、メンバー、はい、メンバーチェンジということで、はい、で1組について50問用意していますので、まあ、それまでにもう皆さんいなくなればいいんですが、なるほど、はい、決着つかなければ残っていた方がということかの、了解です。はい、それでは3人ずつ、それでは3人、お願いします。はい、それでは代表者3名いこう。はい、並ぶ順番も交互でやね、ちぐさくで、はい、ゆとり、Z とゆとり、 Z とゆとり、 Z とゆとりでいこう。はい、間入って、はい、さあ行きましょう。あ、そういう、でその、あ、小道具があるわけですよ、すいません、鉄道ですから一応ね、ああ、電車に乗りながら、はい、そういうやつや、釣り革、釣り革ですからね、はい、そういうね、答えられたかったらそこで抜けていく、抜けていく、はい、最後まで残ったチームが勝ちと、そう、答えられたかったら、で、マイクで、で、答えられたら後ろに回ってください。あー、なるほど、はい、マイクこれや、はい、で、ローテーションで回っていく、マイクこれな、はい、ね、行ったらこう回っていくね、 OK、 じゃあ、ご覧のメンバーの対決になります。それじゃあ、皆さん行きましょうか。はい、行きましょう。大丈夫か、なんかちょっと暗くなってきそうでちょっと怖いねんけど、大丈夫か、リズム感、あと答えは大きめにはっきり答えて、なんか頼むね。それでは、お、みやちゃん、行きましょう。
ね。まさかの3本目での脱落ということになりました。何もしてへん、まだ何もしてへん。何もしてへんねん、まだ大して。じゃあ、続いていきますよ。参りましょう。お、まもなく。モーニング娘。ええ声やな。明けおめ。ええ声。明けましておめでとう。正解。マスオカ。マスオカの。うわー。ハリーポタ。ハリーポタ。おっ、はい。ポテチ。ポテトチップス。皆さん。はい。卒アル。卒業アルバム。ええ声やな。ヒゲダン。福山雅治。福山ヒゲダンっていうの。コンプラ。コンプラいいやつ。おお。読モ。読者モデル。おお。来た来た。ボイパ。おヒラパー、ヒラパーパークフリーザー、フリーターに止まってしまった。フリーター、フリーター、フリーターって何？フリーアルバイター。あー、そうか、ちょっと難しかったかな。難しいわ。さあ、ここで大分選手がいなくなって、あ、Z 世代が危なくなってきました。やばいよ。はい、じゃあ続いていきましょう。どうぞ。いや、いい声ですよ。いい声で、いい声で。いいよ、乗って乗って乗って。はい、デジカメ。デジタルカメラ、正解。 JK 女子高生。お、すごい。イメチェン。イメージチェンジ。はい。ドリカム。ドリームキャメラ。ええ、何や、ドリームカムカムカム。来すぎや。どんだけ夢呼ぶねん。来てほしいな、夢が。あの、聞いてんのか、人の話。いや、これな、ええ声出すと思ってな、そっちの方がな、ちょっと意識しすぎて、思わずええ声そんな出へんかったやろ。いや、あとは任せろ。ここで近藤投手、いい声だったんですね。いい声やったのにな、ほんまに。あと残りは3人。いいよ、盛り上げてくれたからいいよ。Z 世代は太田亮選手が気になりました。太田選手、頑張れよ、頑張れよ。じゃあ、いきますよ。続き参りましょう。どうぞ。微妙に乗ってるの、微妙に。メルマガ。メールマガジン、正解。チョコプラ。チョコレートプラネット。おお、チョベリグ。チョベリグッド。ドタキャン。ドタンバキャンセル。オッケー。冬ソナ。冬のソナと、すごい。タナボタ。タナリボタ持ち。問題は棚ボタです。棚ボタ。足立選手、なんて答えた？棚にボタ持ち。棚にボタ持ち。そんなことありませんでしたね。棚からボタ持ちやな。はい、あったような棚にボタ持ち。さあ、惜しかったけどね。惜しかった。棚にボタ持ちやったらそんなことわざなれへんもんね。もうあるわみたいな、普通にあるだけもんな。棚からボタ持ちがみたいな。そこや。お、太田選手耐えてるよ、一人頑張ってる。じゃあ、行きましょうか。もう決勝勝負です。勝負。残り一人、さあ行きましょう。いい。いいよ、いいよ、ちょっとだけ乗ってる、それいいよ、可愛い振り方、いいよ。はい。フリマ。フリーマーケット。多いよ。キンキ。キンキ。惜しかった、分かっていたのに、リズムに乗り切れませんでした、太田亮。じゃあ、本人一人、本人一人。終わりました。ということで、そしたらこっから、宗選手一人で、いやいや、みんな、いや、宗選手、オンステージ、どこまで記録を伸ばせるかな、頑張りというのは、バンバン勝負、かわいいな、はい、こうして、リズムの乗り方がかわいいな、ちょっとだけ、じゃあ、行きましょう。お尻突き出しながら、それ大丈夫。
これね。いいよいいよ、そのいいよ。あ、ちょっと横にひねり出した、ちょっとひねり入れ出したな、お前。着メロ、着信メロ、正解。お、パソコン、お、パーソナルコンピューター、すごい。コンビニ、コンビニエンスと言い方、パソコン、 DM、 ダイレクトメッセージ、カーナビ、カーナビゲーション、おい、ケンコバ、ケンの小林、おお、リハビリ、リハビリテーション、おいおい、クリカ、もうね、やっぱり今日は潔い、もうあの見逃しの三振で帰ってくるじゃないですか。もう本当にもうやらなかったらもう全然いいよ、かっこいい。最後何？クレカですね、クレジットカード。クレカっていうか、クレカ、うん、分かってたの？じゃあ瞬時に答えない。そうやね、これなかなか難しいよ。でもこれもね、選手お見事でした。そう、ということでこの勝負は Z ステージではなくて疎い世代。はいはいはい、はい、ありがとうございます。こちら今連勝できましたね。はい、すごいね、これはすごいね。じゃあ続いての3人またやってもらいましょう。まだあります、はい、続いて、はい、もう要領分かったからね、これは。これ分かったと思います。さあ、もう一度宗選手が出るのか、はたまた、はたまたメンバー変えてもいいですし、メンバー変えていいよ、メンバー変えても、はい、アベチェ、うん、はい、そしてはい、阿部ちゃんいけ、頑張り、え、ゆとり世代は阿部ちゃん一人だけでいけという、めっちゃ得意だね。あ、そして、あ、若月選手あと一人、はい、かわいいな、じゃんけんって山田選手、そして交互に並んでください。まずゆとり世代、吉田ボール、吉田ボール、勝てる勝てる勝てる大丈夫大丈夫、まだまだ問題たっぷりあんの？まだあります。まだある、まだある、はい、すごいな。一応で100個用意します。はい、これは行こう、はい、最後まで行こう、最後まで。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあこの順番で行きますから。いいですか？本当はね、ここも入れ替わりますね。いや、大丈夫？はい、ここまでちょっと Z 世代が全然勝ててないのよ。そうです、 Z 世代、お、本田投手大丈夫か？頑張ってな。じゃあ参りましょうか、2回戦、はい、最後の勝負になります。最後、じゃあ佐藤、いいよいいよ、待って、水持って、水持って、うん、あ、いいねいいねいいね、うん、CD、 カセットコンロ、ほら、今日一番の大爆笑いただいたな。すみません。やっぱりお笑いはテンポの、まあ、あのテンポ良かったよ。ありがとうございます。カセットコンロがね、いや、 C はカセットでいいですか？分かるよ。 D が D、 分かった皆さん、はい、最高の間違い方、分からなくてもポーンといく、そうです、これも素晴らしい、はい、もう悔しいぐらいや、今のはね、はい、じゃあ俺大、もうひとみちゃんが俺心配なのよ、ひとみちゃん大丈夫、ひとみちゃん大丈夫、じゃあ参りましょう、行きましょう、どうぞ、頑張れひとみちゃん、大丈夫か、体ガチガチやないか、もリラックス、そうそう、いいよ、いいよ、むずい、難しい、出ない、おいおい、自販機、自動販売機、えい、パワーマン、パワーマンション、オッケー、ドラレコ、ドライブレコーダー、オッケー、こちらよ、ベスコジ、ベッドポジション、オッケー、スクショ、スクリーンショット、オッケー、恥ずい、恥ずかしい、正解、アナ雪、何なの、言わんと、阿部ちゃん、アナ雪、やっぱ何か言わんと分かんない、アナ雪と聞いたら、阿部ちゃん、アナ雪、アナと雪の女王しかないやろ、正解言うかいな正解言うと思った、何か言わなかった、何か言わなかった、すいません、なかなか出てこなかったです、いや、ええよええよ、全然ええよさあ、ここで吉田亮投手がいなくなりました、さあさあ頑張ろう、2人ずつですね、残ったのはね、 Z 世代頑張ってな、さあ Z 世代意地を見せたい、行こう、続いていきましょう、どうぞ、そうそう、乗って、山梨君乗って、はい、
ション。スリー、リー絶対聞き返そうかな。え、これ難しいね。難しいですね。リアちゃん何？そう、了解です。リー、リなんていうの、リー略して何？リーガーの何？これね、太田選手分かってました。何を太田選手のリーって？了解です。あ、そうか、若い子たちがメッセージを送るとき、了解もリー一言で。渡辺春菜よく使います。あ、渡辺選手はよく使うねや。本田選手使えへんもんな。了解の時はちゃんと了解って。そうですね。なあ、そらなあ、そうや。はい、大下選手、マイクフォローありがとうございました。それでは、さあ、残るは Z 世代は吉本投手だけになりました。そうや、山本投手のみが頼り。いきましょうか。さあ、行こう。どうぞ。いいいよ。おお、すごい。リフテキ。リフテキ。リフテキ。いや、わかんない、山田選手。リフテキ正解よ、ミヤちゃん。ビーフステーキです。ビーフステーキや。難しい。最近でもあんまりリフテキと言わない。まあ確かにね、なかなか言う機会が少ないからな。それはもう仕方がないけどな。さあ。どちらが残るか。さあ、バッテリー対決いきましょう。頼むよ、 Z 世代頼むね。ここは勝つぞ、勝つぞ。最優秀バッテリー、え、本当に頼むぞ。スカパー、スカパーション。どうやれんか。静かに盛り上がることなく、ストパーション、ストパーション。これちょっと難しい。ストレートバーバーやろ。あ、そうです、正解です。ストパー、なんとこだ。スカパー、スカパーやれんよ。やめやめ。ということで、お、若月選手残って、お、これもゆとり世代の勝ち。ということで、パーフェクト対決は三連勝で。ちょっと待ってください、はい、やはり世代の方からもありまして、うん、若月選手オンステージちょっと、はい、すいません、やります。先ほど宗選手参りましたんで、はい、やはり宗選手の記憶を抜くべく、この若月星をやってくれます。いいですね。はい、やりましょう。お願いします。はい、じゃあやりましょうか。行こう行こう行こう、行きましょう。はい、さあリズム乗ってカモン、レッツダンス。はい、筋肉が、もう謎のダンス始まっております。そんなの関係ねえ。ワンチャン、ワンチャンス、ポテサラ、お、ポテトサラダ、お、スーパー、お、スーパーマーケット、すごい、お、学割、学生割引、お、ダントツ、ダントツトップ、メリクリ、メリークリスマス、お、ミスチル、ミスターチルドレン、ドラクエ、ドラゴンクエスト、すごい、コミケ、コミニケットマーケット、コミケ、間違い方が、間違い方が微妙な間違い、微妙な、微妙やね、微妙微妙、間違えるね、思いっきり間違ってよ。コミケ、コミケ、コミックマーケット、コミックマーケット、さっきのダントツも、うん、ダントツトップっておっしゃったんだけど、はい、本当は断然トップ。あ、そうなんですか。実はその前も間違ってたんですね。微妙にね、微妙にね、ビデオ検証で間違ってた。なるほど、ちょっと微妙な感じだったんや。そんな感じでございました。いや、でもすごかった、ありがとうございます。というわけで、岡田さん、やっぱり年の頃ですよ、はい、26歳以上のゆとり世代3連勝。